はいみなさんこんにちは村長です今日のお話はオーートメーションの話ですそれも画面に現れてないオートメーション例えばバスチャンネルのオートメーションそれとかインストゥルメントのオートメーションこういったものをどうするかという話をスタジオワンでしたいと思いますキューベースの方とかはこういうインストゥルメントを指した時にそれがマルチアウトできたりすると ここの画面に表示したりできます。マルチアウトと言いましたが、こういう一つの音源ソフト、これは IK マルチメディアのサンプルタンクというソフトウェアなんですけれども、こういうのをマルチティンバー音源と言います。まあ、略してマルチ音源とも言いますが、チャンネル1にある楽器、チャンネル2に2つ目の楽器、そういうのを設定しておきます。そして、 このようにインストールメントトラック一番上のトラックにこのサンプルタンクを挿入していますそうするとスタジオワンの場合は画面の下の方にこのインストールメントを展開するそういうのがありますここで例えばいくつの楽器を使うのかまあ仮に4つの楽器を使うとします今は2つですけれども4つを使う場合はこのようにします え削るとまた下のトラックはなくなりますステレオですので12となっていますがこれが1チャンネル目そして34となっているのが2チャンネル目ですこのように設定すると画面下の方に2つのインスルメントチャンネルが存在しますそしてここからが各ソフトによっても違うんですけれどもこのサンプルタンクの場合はこの 1>, 1個目に入れたこのトラックは今のところ出力がアウト12となっていますが2番目も12になっていますこれを変更しないといけませんアウト34に変更します12とアウト34このように設定しておくと各チャンネルに流れます今回ちょっと前もって MIDI のトラックを作っておきました ドーミーソーミーとこうある音楽とソーミーソードという音楽がここに打ち込まれていますそしてこのトラックからインストゥルメントトラックを呼ぶためにここでここは初めはなしになっていますそしてサンプルタンクを選びますとどのチャンネルというふうに出てきますチャンネル1にしておきます次のところもサンプルタンクを選んで 今度はチャンネル2に送りますこういう風にセッティングすると2つのチャンネルからバラバラに音が流れてきますちょっと鳴らしてみましょう例えばこちらを音源送らないようにミュートしますそしたら片チャンネルから 反対にします。このようになります。そして、このインストゥルメントトラックというのはですね、横のアレンジビューにはトラックとして現れていませんよね。これがキューベースなどは、ここにマルチアウトで設定した数だけですね、ここに出てくるんですけれども、まあそれはそれで便利なように思うんですが、多分スタジオワンは トラックのの数がごちゃごちちゃゃなるので特別いじらないトラックは上のアレンジビューに出てこないように開発されているんだと思われますそしてここにオートメーションをつけてボリュームを自動で変化させるようなそういう風にプログラムしたい時にはどうすればいいんだということになりましたら ここにトラックを追加しようとするとオートメーショントラックというのがありますこれで2つのオートメーショントラックを追加しておきます分かりやすいようにこの2つは赤い色にしておきますそして各々のトラックのオートメーションですので上の方に上げてそしてこちらは下にこのように配置しておきます 画面上の方にオートメーションのマークがありますのでそれを選ぶとこのように画面が切り替わりますそして今オートメーションはなしになっているんですが追加をしますこんな画面が出てきますのでインストールメントのオーディオというのを選んでオーディオのアウトの1と2いわゆる1チャンネル目それはここにありますそしてボリュームを選択します もちろんパンミュートもできるんですが今はボリュームをダブルクリックすると左の方に出てきますそして上の方にラインが出てきました下の方も同じように追加にしましてそしてインストゥルメントのオーディオの中に今度は2つ目のアウト34がありますのでそれのボリュームをダブルクリックして閉じます そうするとこのようになりました。ここでオートメーションというのが初めての方もおられると思うんですけれどもこの水色のラインに線を描いていくと今回の場合ボリュームの変化をつけることができま,すまずこういうふうに点を作りましてここでボリュームが下がるとこのようなオートメーションを書いてみました。 こちらの方ももう少し複雑な感じにやってみたいと思いますそしてオートメーションはこんなこともできます鉛筆のマークを選択しまして そこにこうノコギリとか三角とかこういう表現がありますここでノコギリを選んでみますノコギリを選んでこのように線を描くように書くとそれだけでこんなノコギリ状に線が描けますじゃあそれぞれミュートにしてやってみますまず下の方をミュートしておきます上の方はどんなボリュームになったんでしょうか このように真ん中のところで凹みます。じゃあ次は。こちらをミュートします。とっても面白いですね。こんなふうにオートメーションというのはボリューム。そしていろんな設定を自動化するソフトです。このように。 オーディオトラックやミディトラックではないバス。バスというのはここで言うバスチャンネル。こういうもんですね。バスチャンネルをオートメーションしたいときは、オートメーショントラックを追加というのがあってできるようになっています。今はオートメーショントラックをもう追加しているので、新しいバスを追加すると自動的に オートメーションチャンネルが設定されるようになっていますがもちろんオートメーションのチャンネルは必要がなければこのように削除することができます左右にパンを振ってみて左からと右からこの音楽が聞こえるようにやってみましょう。 このように DTM の生徒さんからも質問があったので説明をしてみましたなかなかオートメーションというのは敷居が高くて使っている方も初心者の方にはないかも分かりませんがオートメーションを使えばとっても簡単にボリュームを変化つけたりすることができますので是非挑戦してみてください尊重でした